ひろゆきさん1年留学していたと聞きました。留学で得たもの、留学の意義は何だと思いますか？日本語以外も喋れるようになるのと、日本以外でも生活できるなという確信ですかね。またコロナ禍で海外の大学もオンラインになっているようですが、今現在は留学する意味あると思いますか？はい。なんか日本で全然楽しいっす。一生日本にいますっていう人ならいいと思うんですけど、なんか日本めんどくせえなっていう人もそこそこいると思うんですよね。なんか例えば女性とかだと、いいなずけと結婚しなければならないみたいな地域もあったりとか、男尊女子的な地域があったりして、女の人別に働かなくても嫁行きゃいいじゃんみたいなとこあって、なので自分でやってた方がいいよねっていうタイプの人だと、外国に住んだ方が過ごしやすいっていうのもあったりすると思います。で、そうすると外国語が喋れた方がいいとは思うので、外国に住んでいると、外国語を喋れるようになるし、で、あと、そこでなんか、多少の仕事ができるようになってると、こうやって仕事についてお金もらえるんだって分かれば、別に日本に帰らなくても暮らせるじゃんっていう、そういうなんか、自信が得られるんじゃないでしょうか。